とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日もね、タイムアタック、やってます。サクッと進んでいきましょう。ようやくゴロミが、ゴロミと、ラントくんか。が仲間になるところではないでしょうか。敵いたっけ？いるんだな。まあまあ相変わらず人間状態の通常攻撃が強いね。まあそれはレベル300のやつをつけてりゃそうなるか。で一応ねベニマルの攻撃力もそこそこ上がってきたから一応使っていける。一応ね。おいけるね。いきましょう。で学園ジョブもそこそこ上がってきたからもう一個のやつに切り替えが必要かな。ワイの力を、ここは飛ばせないのか。ここまでたどり着いた。一応学園ジョブは夢見る少年で行こうと思います。なんだ、いやーどうなんだろうね。芸能人ダクトの方がいいのかな。まあどっちでもいいや。多分このソロプレイで仲間を入れていくっていうのであれば、そうね、断然あっちじゃないのかな。でも仲間がいるとね、芸能人ガクトはいまいちなんだわな。敵のヘイトが向こうに行っちゃうからね。ワイルドボーイ変身できました。ラント君はあれ、あ、そうかそうか、これ外に出てあれだね、記憶を消される感じだったか、だったよね。でそこでラント君がエイリアンウォッチで防ぐ感じか。で仲間になりますよと。でここであれかな、マイサークルの昔の妖怪たちのクエストが受けれるようになるのかな。そうするならばあのエンマブレードかあれを作ってベニマルに装備させとくっていうのもいいよね。おお、あーでもどうだろうな。いやいいや、もうこのまんま行こう。別にそういう寄り道なんかはせずにそのまんま進んでいってブルームーンゲットまで行っちゃいましょう。おーっと、ラント君で行くんかい。ラント君変身あできないんだ。でこの指差し棒なのね武器は。あ、そうだったね。これ装備してた気はする。弱い。まあ仕方ないんだけどね。最初はこの弱さはもう仕方ない。いけ。変身できるようになるでしょ、ここで。で、最初持ってるのは、ブーメランのみかな。でもレベルも、そんな低くはないだろうから。大丈夫ですよ。100だもん。今までのキャラクターの中で一番レベル高い。あれだよね。自分のレベルに対してのレベルだよね。だから自分のレベルが多分200とかあったら、ラント君は確かなんかすげえ強かった気がするね。まあ、このレベル100っていうのが、おそらく最低ライン。ああ、ま、これ負けるはずはないんだけどね。これ負けるはずはないよ。ダークブーメラン最終時間長えな。こんな長かったっけ。もっと連発できたような気がするけどできてないな。ダークブーメランあとは攻め込んで終わり。
はい、おお102に上がった。まだレベルが全然上がりやすいね。めちゃくちゃレベル上がりやすい。さあ急いで進んできまして、トワイライトセブン残りの一つなってます。敵がねだいぶ強くなってきたね。だいぶ強くなってきた。なんでやられたりも若干する。やっぱレベル上げとか全くなしでいくときついところ結構あるね。結構ある。おそらく学園ジョブを夢見る少年にしてしまえばまだマシになるのよね。ポーズ取って回復するっていう回復量がだいぶ増えるだろうし、でも今の状態じゃね、とてもじゃないけど回復しないかな。でポーズしても変身ゲージが回復しないし、ダメ。どこ行く、どこ行くんや。行きましょう。まあ装備品でどうにかなっていた時代はもう過ぎたね。最初のうちは装備品でなんとかなってね、ゴリ押ししていけばいけたけども、もう無理だな。早かったねその時代は、その時代は早かった。ドン、よし、こういうのを若干なりとも使っていった方がいいのか。いや全然意味ないわ、全く意味ない。でボスをもう一体倒して、あ回復だね。そうか、回復手段が今んとこ俺ないんだな。食べ物も安いやつで済ませてるのよ。どうしてもお金がね足りなくなるんで安いやつで済ませてるけど、せめてカツ丼かカレーライスぐらい装備させとこうかな。うん、あの辺りは確か600とか700ぐらい回復しそうだから、あれしとくとちょっと違うよね。今の食べ物の回復量が200ぐらいなのよ。200ぐらいじゃねえ、もうなんだろう、回復しないのもほぼ一緒だもんな。まあ、もちろん全然違うには違うんだけどね。でも回復量が全然足りてない。なんとかしよう。あれ、なんか、イベントが発生するのね、ここで。はいはい、そうか、そうか、ゴミのやつじゃなくてガマガエールか、ここのボスは。あ、そうかそうか、うわやばいやばい、死ぬ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 。何をしてまあまあまあ、こういうこともあるか。よし、高き視点のダメージもまだ知れたほどだ。やっぱね、レベルとか装備品とかにもよるもんね、この攻撃力は。まあまず爆食を持ってないから攻撃力は大して出ない。うん、ほんとほんとね、あるやつを適当に入れる感じだもんね、まだ装備品は。これじゃあまだダメだ。これほんと普通に行くとさ、マズラタイタンきっついかもしれん。レベルギリギリ、装備品特になしで行くとおそらくきついよ。さあでこれでトワイライトセブンかはクリアだね。で次がアメージングセブンか。あ、やっぱいるのね、ギガントボイラーいるんだ。やれる、倒せる倒せる。よし、さすがに弱すぎたか。待て、チャンス取れなかった。やりよるわ。よっしゃ、
回復量がいまいちすぎる。何35って、もうちょっと結構きつかった。でももう終わりだ、もう終わりだ、きつかった。全然ダメージ与えれないもんな。いやいやいや、なかなかね高速で行くっていうのも難しいもんなんだな。よし、トワイライト7終わり。次は大のYサークル来たね。ここでブルポンが仲間になるっていうことです。次はねそこからやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また何かが